よしさん、お疲れ様です。除菌なんとかっていうキャッチコピーありますよね。あれなんかね、本当に除菌できてるかどうかっていうのは問題じゃないらしいんですよ。というのが、除菌って、まあ1%でもできれば除菌できたと言えますし、必ずしも完全に100%除菌できなくちゃいけませんよってことじゃないんですよね。除菌しましょうっていう呼びかけかもしれないんですよ。まあこういうふうに商品を買うときに、 こっちの商品は何も書いてない。でも、ほとんど同じクオリティと価格で、こっちに除菌とか書いてあったら、やっぱり除菌の方を選びますよね。で、あの、私ね、ラブホテルの清掃をアルバイトでやったことがあるんですよ。その時に、掃除が終わった後、除菌シールを貼っといてくださいっていうのが決まりだったんですよ。あの、はっきり言って、今みたいな除菌クリーナーはないんで、ああ、綺麗になってるな、よしってパタン閉じて、はい、除菌シール、ぷいって貼るだけなんですよ。だから、 除菌できているとは私はとても言えないんですけども除除菌シールを掃しししましたよよってて印として貼るんですよねだから言ってみれば除除菌菌でできててているるかかかどうか確かめてないのに除菌シール貼ってるんですよただ「除菌」って書いてあるだけで「除菌ができましたよ」っていうふうに断言してるわけじゃないし「除菌しましょうね」とか「除菌」っていうふうなシールですよっていうのかもしれないし除シール自体が除菌できてるのかもしれないですね。 これと同じあのー、キャッチコピーでスーパーとかに行くとね果汁100と,ねン100%とかねりんご100とかねそうそうグレープフルーツ100とかね書いてあるんですよでも中見ると果汁1%とか書いてあるんですよねなんやこりゃっていうことでメーカーに問い合わせたことがあるんですよこれ今日牛乳パックみたいなの入ってる ジュースを買ってグレープフルーツ100って書いてあるんでグレープフルーツが100%入ってる健康に良さそうなジュースだと思って買ってみたんですけども裏見たらね果汁1ってて書いてあるんですよしかもグレープフルーツが入ってるなんて書いてないんですよなんかブドウ糖とかね果糖とかね何とかかんとかって書いてあってどこにグレープフルーツ入ってるのみたいな。で果汁1%って書いてあるけども果汁って書いてあるってことは。 グレープフルーツじゃなくてみかんかもしれないしレモンかもしれないよねなんだこりゃって聞いたらあグレープフルーツ100ねグレーープフルーツ100、ね、だから別にグレープフルーツが100%入ってるかどうかってことじゃなくってどう読み取るかイメージのいいものにしたんですっていうふうに言われてましたねすごいですねグレープフルーツ100ね一1リットル98円 確かに安いと思いましたよ。買って、わあやっぱり100%のジュース美味しいねってみんなで飲んでたけども、待てよとグレープフルーツ100って書いてあるだけで、グレープフルーツ100%で作られた純粋なグレープフルーツジュースですよっていうふうな断りはどこにもないんですよ。成分表を読んだらグレープフルーツが入ってるなんて書いてないしね。単なる商品名か、みたいなね。そんなからくりでございます。はい。いってらっしゃい。